こんにちは、ヤスです。さて、ブラックフライデー4回目ですけれども、今回は主にギター系のそのアンプシミュレーターなんかをね、取り扱っているところを取り上げていきます。ということで、まず最初なんですが、年ぶりにオーディオは 80% オフ。まあそれだけならもう前と同じかな。という感じなんですが、ちょっと今年なんか安値を更新してるみたいなねところがあるんですけれども、さらにですね 80% オフの上に、例えばまあこれなんか27ドルとかになってますけどね、まあカートに入れてチェックアウトボタンを押してからクーポンコードを入れるところがあるんですよ。で、まあちょっとそれは概要欄に貼っておきますけれども、そのクーポンコードを入れると、さらにその割引された価格 27.4 ドルからさらに 10% 引かれますので、まあ 27.4 ドルなんてね、この商品なんかは実際は買うときには 24.6 ぐらいになるかな、で、購入できるという感じなので、まあ多分過去最安値に今年はなってるんじゃないかなということです。まあここはギター系のアンプシミュレーターなんかもまあクオリティね、高いものを出してきていますし、まあそれ以外にもこういったエフェクター類なんかも、いい感じの音出してくれます。もうくどいようですが、僕の大好きなこれね、ディレイ3000とかですね、あとその無料で配られてるやつなんかも結構使い勝手良かったりするものがあるので、ノイズゲートとかも、たまに使いますね、これね、無料のやつですけど、とかあるので、まあ、結構この辺も見てて面白いところあります。はい、ということで、次はね ML サウンドラボブラックノーベンバーということで 50% オフということで、ここは例年通り、50% オフなんですが、ここも同じく年ぶりにオーディオと同じく、ここの場合は100ユーロ以上ですね、合計100ユーロ以上購入した場合に、まあ、特定のクーポンコードを入れると、そこからさらに 20% オフしてくれるという感じで、まあ例年通りです。で、まあそれもちょっとこう概要欄に貼っておきますね。ここもなかなかいいサウンドを出してくれるので、見に行ってみると面白いと思いますね。まあ最近は今年からかな、なんかドラム音源なんかも出し始めたりなんかしているんですよ。ので、まあちょっと今後どうなっていくかなというところも含めて、動向が面白いところかなというところです。はい、次、ニューラル DSP なんだけど、ここはまだセール始まってません。ここは例年通りであれば、おそらくブラックフライデーの週にブラックフライデーセール開始すると思うので、そうすると今年だから多分20日ぐらいに始まると思います。20日ぐらいに始まると思うので、まあそこで、まあその時までちょっとなんかギター系のシミュレーター系なんか欲しいなと思っている方は、ここも視野に入れたいんであれば、まあちょっといろいろなところで、ね、パッパッとあるところから手を出さないで、とりあえず待っといて、まあここも検討にしてみるというのがいいんじゃないでしょうかね。プリニーなんかは僕は大好きでよく使いますね。ということで、ここも非常に優秀です。クワッドコルテックスなんか有名だよね。次はちょっとプリセット系なんですけれども、まあ今話題の BFD3 を投げ売り飛ばしてるADSR おそらく結構まあ購入されてる方もねいるんじゃないかなと思います。まあ僕は個人的には本命で使うドラムスの音源は持ってた上で、使ったことないから勉強としてちょっと欲しいなっていうんなら、まあいいなとは思うけども、他のを買う予定があったので、そっちをやめて BFD3 今ここでいきなりちょっとそっちになびかれちゃうっていうのはちょっとおすすめしないかなと思いますね。例えばね、今年はスペリオルドラマ3買おうって思ってたのに、BFD3 ってなんか前からよく名前上がってたやつじゃないみたいに、最安値投げ売り買おうみたいな、ね、それはちょっとね僕はおすすめしないです
はい、まあそんな感じの ADSR なんですけど、まあここはプリセットはね、まあもう主にまあメインなところなんですけれども、3000プリセッツですよ、もう、10イヤーメガバンドルということでですね、まあ約3000個のプリセット、まあ、詰め合わせですね。でまあ内容はまあ、ざっと見ると主にセラムですかね。セラムのプリセットが多いのと、あとはマッシブ X が目立つかなということで、まあ、その他ちょこちょちょろちょろっとあのなんかこうミディ集とかが入ってたりとか、ピグメンツなんかもあるね。でまあ合計3301ファイルと、でまあ容量的には 1.14GB 分ですよと、まあ主にどういうのがあるのかって書いてありますね、ここに。ということで、まあこれが、まあ、3000プリセットで25ドルなら全然手出していいんじゃないですかね。おおむねここのプリセットはそんなにあのなんかすごい作り込まれて、うわすげえなこれどうやって作ってんだよみたいなのは、まああんまないというか、ちょっと荒っぽい感じではあるんですけれども、その中にもかなり使えるよなっていうのがたまに入ってるんで、まあ、そういうお宝探し目当てな感じで買い漁ってみるというのもまあ全然いいごくて、まあ僕は実際そういう買い方してるんですけど、まあ本当に使えるプリセットとかポンと1個あったりすると、あの結構な曲で使い回したりしますので、まあそれが25ドルこんだけ入っててなら、まあ当たりも結構あるでしょう、うん、ということで、まあそれを期待しても25ドルならいいんじゃないかなという感じです。僕はどうしよう、これ買うかな、ちょっと、まあ、どれぐらいダブってるのかっていうのもね、あの前々から買ったりしてるのでその辺も見てって感じですけれども、はい、ということで、まあ25ドル、本当は537ドルらしいですねまあ元値なんかどうでもいいっちゃどうでもいいよね。はい、25ドルです。でまあちょっと最後に、おまけ的なんですが、まあ、僕的には割と IK 離れしちゃっているので、実際に使うことがほとんどなくなってきてるんですが、まあ、今年ちょっと新製品出したということもあるので取り上げましょう。まあここもブラックフライデーセール、はい、始めてということで、バンドル系ですね、アンプリチューブマックスとか、まあ、なんかその他もろもろもね、今最大 80% オフということで、まあ、ちょっと見てみると、例えばアンプリチューブ5マックスは、99100ユーロですかね、まあ、日本円だと今14,690円となってますね。ので、まあ、この機にポイントがある人はもっと安くなるか、 30% 分ぐらい使えるんでね、なぜかいつまでもなくならないあのポイントねで、あるので、まあ、もうちょっと安く買えるんじゃないかなと。でまあそれもそうなんですが、まあ、ちょっと今回はギター系のものを特に取り上げるということなんで、それについてお話しすると、アンプリチューブマックス今これに1万5000円も費やすんであれば、まあ本当にまさに今年ちょっとねこの界隈では話題を作ってくれたというね、トーン X 系のなんかまあマックスが250ユーロなんで、これの足しにするっていうのが、うん、もう今だったらいいんじゃないかなとは思いますね。無理に行かなくてもアンプリチューブ5とかねマックス行かなくても、のでまあちょっとその辺も兼ねて検討してみるというのがいいんじゃないですかね。まあ僕は実際に使ってないので、どれぐらいの使い勝手なのか、実践的に使えどれぐらいの使いやすさと、まあ、音という感じなのかっていうのは何とも言えないんですが、というところです。まあちょっと興味ある方はねこの辺もチェックしに行ってみるといいんじゃないかなということで、まあニューラル DSP だけはまだ始まってないので20日頃あと1週間ちょいですかねぐらいでおそらく始まると思いますので、まあここも始まってから検討するというのもいいでしょうということで、よろしければ高評価チャンネル登録よろしく。あ、そうだ、そうまた今年もアンケートを上げましたので、皆さんどしどしご参加ください。ちょっと去年のアンケート結果を踏まえた上で、金額の設定をもうちょっと細かくね、低価格のところで、揃えました、区切ってみたので、まあ、ちょっとその辺でまた面白い結果が出るのかなと
で、まあ円高傾向にこうね戻りつつはあるけれども、まあまだ円安なので、いやまあ違いないのでですね、まあ、その辺で今年はあんまり予算使わないなっていう方がもういるかもしれないね。ということで、まあちょっと今回は低めの価格の区切り方をして、書いてありますので、まあちょっとアンケート、皆さんご参加いただければ嬉しいです。ということで、よろしくお願いします。ご覧いただきありがとうございました。安田でした。ではまた。